えー、それではですね今日はあの「幸せな結婚の秘訣」というタイトルでお話をいたします、えーまあ、今日は婚約者もあるもんですからこのタイトルをですね、えー、準備させていただきました、はいえー、それでは聖書の御言葉をまずですね、えー、開きたいと思います創世記創世記のまず1章そして2章ですね えー、開いている間にこれは、まあ、だいぶ前に言ったジョークなんですけども皆さん、えー、ある牧師がですね、えー、あの初めて結婚式の式をすることになりましたこの若い牧師はですね、えー、非常に緊張しておりましてそれであの年配の牧師にですねもしも途中で自分のセリフを忘れてしまったらどうしたらいいですかって聞いたんですね。 そしたら「大丈夫心配するな頭にある何でも頭に浮かぶ聖書の御言葉をパッと言えばすぐつなぎを持ってね、えー、やっていけるからうまくいくよ」って言ったんですね「あそうですかありがとう」ってそれで四式を始めましたところが知式の途中頭が真っ白になりましたあどうしようと思った瞬間にあの助言を思い出して「何でもいいから聖書の御言葉をパッと出しなさい」って言った彼はこう言いました。 父を彼らを許したまえ彼らは今何をしているかわからないからです <laughs> こう言ったんですね、えー、どうぞ、えー、私のためにもいつも祈ってください <laughs> また結婚式が、えー、来年2月20日しいたちでありますけれども。 はいえー、っと幸せな結婚の秘訣ですね。聖書の御言葉を読みします。えー、まず、創世記の、えー、この一章です。創世記の一章の二十七節と二十八節。一緒に読みましょう。はい、神はこのように、人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し。 このように神は彼らに仰せられた「めよ増えよ、地を満たせ」「地を従えよ」「海の魚、空の鳥、地をはうすべての生き物を支配せよ」ここで世石の一章に初めてもうこの神が人を作られた時に男と女を作られたそしてそれは結婚をまた表しているんですね。めよよ増えよ地を満たせとということですねそして今度は二章に行きます。2章の 18節です。一緒に言えましょう、はい。その後、神である主は仰せられ、人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。こう言っています。ここで、まずアダムが作られ、そして彼にふさわしい助け手としてエヴァが作られました。そして次に、24節と25節です。一緒に言えましょう。はい。それいえ、男はその父母を離れ、妻と結び合い。 二人は一体となるのであるこれが神が定めた結婚ですね二十五節その時人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいとは思わなかったとこうありますお祈りをいたします愛する主イエス様感謝しますあなたが結婚を想像されたお方ですそしてあなたは男と女が痛い,いとなるということそして二人ともオープンな本当に 隠すことのない透明な関係を持ってそしてしっかりと揺るがない神様の土台の上に 彼らが生き幸せなり豊かな身を結ぶその計画を持っていますどうぞあなたがまた私たちにもその結婚に関するこの原則をしっかりと教えていただきそして幸せな結婚を味わわさせてください既に結婚をされている方々をさらに祝福しまたこれから結婚に臨んでいく方々将来のために良き備えをさせてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたしますあメン 感謝します皆さん結婚で幸せだってですね本当に言える人が何人いるか、えー、そのアンケートですねかなり前に取ったことがあるそうですね何パーセントの人が私は幸せな結婚を体験してますと言ったかご存知ですかそれはね実は10パーセントぐらいだ10人に1人、ね、本当に幸せな結婚というものを味わっている人は非常に少ないということですね。今日 離婚が非常に増えました今どれぐらいの人が結婚してそして別れているか実は統計を見たらねびっくりするんですよ1970年は離婚率というのは9%しかなかったんですね10%にも満たなかったところがあれから50年経ちました今日離婚率は4倍になりましたすなわち36% 36というのはやがて10人に4人近くが離婚をしているそういう結果になっています最近は1度だけじゃなく2度だけじゃなくて3度目の結婚そういう人たちが結構多くなる時代で珍しくなくなりましたこれはいかに夫婦関係が難しい時代になっているかって教えられますねですから私たちは幸せな結婚をですね築くということは本当にお互い神様の 原則を知ってそしてそれをですねしっかりと守っていく努力が絶えずされなければいけないということをねここでおっしゃられますでは今日は4つですね幸せな結婚の秘訣たくさんありますその中で今日は4つですね、えー、語らせていただきたいと思います第1番目に2人がキリスト中心の生活をするということです2人がキリスト中心の生活をするということですコリント第一の手紙の10章の 31節を皆さん開いてみましょう。コリント大使の手紙の実証。31節の言葉を一緒に言いましょうね。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。私たちのすべてのて 生き方は神の栄光を表すためであると言っています食べるのも生活すべてしかしそれだけではない私たちが結婚をするのも神の栄光を表すために結婚をするということなんですね、えー、多くの人はいろんなロマンチックな夢を持って結婚をしていきます、えー、この人と結婚したらこここういう 願いいいいが叶えられれるるとううふうに私たちはでですすねねろろ憧わけこの人の給料はこれだけだからとかですねあるいはこういうキャリアを持っているからとかですねいろんなことを考えて今は結婚する人が多いのではないでしょうかしかしながら私たちの結婚の目的の方がですね明確になっていてそしてそれからずれてしまうときに 私たちは実は、えー、ピントのずれた結婚そして、えー、その目標が達成されないときには実は私たちは本当の幸せを体験できないということになってしまうわけですね実は私たちの教会にですね、えー、来られて、えー、そしてお互い結ばれたカップルがいました、えー、その ご主人の方はですね実は2度目の結婚だったんです。で彼はですね NTT という有名な会社で働いてましたまあ,あのエリートのね、えー、この会社だと言えると思いますね。ところがですね彼が結婚して、えー、やがて鬱になったんです。で鬱にになった時に、ね 奥さんから離婚を突きつけられたんですよ。子供もいたんですけども、そして結局ですね、彼は離婚して孤独になりました。一番支えてほしいその時期に、ね、離婚されてしまった。その二人はまだクリスチャンではありませんでした。ですから彼らが 求めてていたものが得られなくなくってしまうその時にもうこの人はいらないってうことなるわけですいわゆるお互い自分の利益を求めてて結婚していたわけですだからこの人がもう病気になったらもう仕事もできなくなってそして精神科の病院に行くようになって、まあ、こういう人だったらもう私は将来がないから。 生活も大変だからとかいろんなことを考えて離婚したようですね。皆さん私たちが結婚するときに主の前で神様の前で誓いを立てさ,立てさせます。それはあなたは健やかなる時も病む時もこれを愛しこれを慈しみこれを助けていきますかこの 誓いをさせますそしてはいと言います本当の試練が来る逆境が来るときにお互いがそのとき支え合っていく力はキリスト私たちがキリスト中心の生き方をするときに与えられますそして神の栄光を表すことができますその人はやがて感謝のことに、えー、沖縄に来られてそして、えー 私たちのまた教会の一人の姉妹と出会いましたそして彼は救いに導かれてその人と結婚をしたんですねそして非常に今は幸せな結婚をしています文化はちょっと2人とも違うんですね彼は日本人ですけども彼女はアメリカ人でも非常に愛し合っているキリストにあって 結ばれる結婚というのは本当にうれしいなというふうにこうあの思いますね。えー、であるまたあの話があります。えー、一人のですね、えー、ワンカップルがですね結婚して非常に夢を持っていましたところが奥さんがですねなんとこのあの治らない病気不治の病になりました。 それは筋肉がだん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 萎縮してですね動かなくなっていくというこの病気なんですねそういうことが二人の人生に起こってしまった将来に対する夢がですね本当に消えてしまうそういう衝撃的な出来事でしたでもご主人はですねいつもいつも一生懸命に看病し続けて愛し続けてそして妻と一緒にいることを喜び続けていったんですね 私たちはそれを見るときに教えられます。神の栄光を表すということ、ために結婚しているということはこういうことです。神の栄光を表すということは、お互いの必要を満たしるために結婚するのと違います。たとえその人が病になっても、もう不治の病になったとしても、そこでその人に命を、自分の命を与えて、尽くしていく、そういう言い方を見るときに、ああ、クリスチャン素晴らしい。 普通の人にはできないやっぱりキリストを信じている人は素晴らしいイエス様がいるんだそういうことを人は認めていくそして主の皆が崇められるこれは結婚になるわけですねですから皆さん神の栄光を表そうとするならばあなたの人生にどんなことが起こったとしてもあなたが期待していたようなそういう、ね、美しい夢が 叶えらなかったとしても、あなたの生き方を通して、神の栄光を表すことができるということそれを求めて行くならば、私たちは神の栄光を表し、そして神から永遠の報いを受けることができるということを知っていただきたい。キリスト教師の生き方というのは、キリストのみなが崇められる、自分の結婚を通して、そのことですね。ですから、そこではまた、 お互いの許し合う関係忍耐し合う関係こうこれらものも人々が見てああやっぱりクリスチャン素晴らしいあのような旦那さんによく忍耐してるなとあのような奥さんによく忍耐してるなとかですねうん無条件の愛を持って忍耐してあれは犠牲的な愛を持ってね愛しているその姿を見て神の意向を表す。 生き方を見ることができるということですねまたキリスト中心の生き方をするということは二人が、ね、キリストにあってどんな試練も勝つ秘訣です私たちは、えー、今までこのです、ね、結婚生活の中で様々な試練を通されましたいろんな戦いを通りました背後のやっぱり霊的戦いそれを本当に感じました試練というのは 突然ですね。やっていくのは多いんです。そして意欲せぬようなですね。ことが多いのです。しかしながら、その時こそ私たちは一致して祈りました。断食して祈ったり、何日もですねこう祈りの家に行って祈ったり、主の御顔を求めました。そして、それを通して、私たちは神様からの約束の御言葉を何度も得て確信に与え。られ 神の約束を信じてて宣言しし続けてましたそして勝利するそしてそれらのものがまた勝利するだけじゃなくて神の栄光を表す万丈主が栄に変えて主の栄光を表すことに変えられましたまた私たちがその試練を通してますます信仰が成長するということ神,の神は素晴らしいことができるんだ私たちの信仰がそこで成長するそういう機会にもなっていったんですね。 ですから、えー、キリスト中心の言い方。そして私たちが、もし二人ともクリスチャンでなければね、お互いの性格が非常にいろいろ違います、ね。お互いの性格っていうのはものすごくみんなバックグラウンドも違うし、えー、そしてまた、えー、通されたですね、あの家庭の環境が全く違います。そして過去の中に 私たちが受けてきたですね傷トラウマいろいろなそういう経験がありますそうしたものがねもろに出てくるわけですねまた男性と女性の違いがもろに出てきます考え方ものの見方、ね、いろんなものがねあの出てくるわけですねでびっくりするわけですよ、ね、しかしながら神様はそういうこの 違いを乗り越えさせてく,くださる十分な恵みをくださるんです私たちがキリストにあるならばこの「殺さえびと」の一章の16から17節にこういう言葉が書かれていますちょっと読んでみますね「殺されびとの手紙」「ピリピリと」のあとですね「一章16から17節を一緒に読みましょうさんはい。 なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。人天にあるもの地にあるもの見えるものまた見えないもの王座も主権も支配も権威もすべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ巫女のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し万物は巫女にあって成り立った。 ここで言っている重要なポイントは全てのものは皆さん御子様にあって作られた神様にあって作られた、ね、そして御子にあって成り立っているという言葉英語で「consist o という言葉を使われてますけどもそれは、ね、構成されているという意味あるいは一緒に結び合わされてですね、えー 崩壊だから巫女にあって成り立っている巫女にあってそれがこの一つにされているという意味があるわけですねですから要するに皆さんキリストが、ね、私たちの結婚の創造主であるそして巫女にあって私たちは結び合わされる力を得ているわけですだから巫女を離れては全て分解してしまいます そして私たちは巫女のために作られた巫女のために結婚というのも想像されているということキリスト中心の生き方のそういう意味ですね、はい、ですから私たちは夫婦としてもこうしていつもキリスト中心の生き方をすることによって今日までいろんなところを通されましたけども導かれてあ,あイエス様を私たちが知ってなければ お互いいの性格だっっったた。ら絶対うまくやっていけなかったそれを乗り越える力をね与えられてそして、えー、年々あの幸せになってきています、ね、年々そういう面でキリストにあって私たちは成長してきたからだなとう思うんですねですからキリスト中心の生き方をする時に私たちはキリストがいつも支え守り十分な恵みを与え力を与え また試練に勝利もささてくださる。そしてキリストを共に明かしするということを言い方を中心にしてきました。キリストにいつも使えるということを一緒にやってきました。本当に楽しい人生でした。そして実を結ぶ人生だったなというふうに思いますね。もう一つキリスト中心の言い方をすることによってですね。 私たちの自我がいいつつもキリストの十字架につけられるという言い方を体験します私たちの自我をいつも私たちはキリストを見上げる時に、ね、自我が十字架につけられるそして同時に聖霊に満たされ続けていきますから私たちは聖霊の力によってオーバーカーマー勝利者になるようにさ、ね、してくださる。 ということですし、ね、てキリストの愛それは無条件の愛犠牲的な愛目的のある愛この3つの愛をアガペの愛と言いますねこのアガペの愛を私たちが体験するんです最初にそして体験するとこれをまたもっと私たちもそのように実践できるように近づいていく成長していく力になるということですねこれがキリスト中心の 生き方による祝福ですね、はい、ですから何よりも皆さんまだ結婚してない人は必ずクリスチャンと結婚してください同じ価値観同じ信仰を持っていかないと必ず葛藤します、ね、キリストにあって一つとされているキリストにあって万物は成り立っているこれを知ってください 第2番目は「助け」としての結婚です。助け手として結婚をしているということです。創世記の2の18節さっき読みましたね、えー。このところもう一度読みたいと思います。2の18節創世記3、はい。その後神である主は仰せられた。 人が一人でいるのはよくない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。ね、ここで皆さんこのアダムは一人でした。でアダムが一人でいたのはどういう心境だったのか、ね。孤独だったんです、ね。そしてふさわしい助けがいなかった。ね、動物はいたんですけども。 それはふさわしい助け手ではなかったということですね。えー、私たち男と女が結ばせるときにふさわしい助け手としてお互いこれはね妻だけじゃない夫も妻のためにふさわしい助けなんです。ね、助けてとして。で、えー、ここでは英語ではですね comparable helper って書いてあるんですね。comparable というのは適合する。 お互いねえー、ある意味ではそれを補足し合ううという意味があるんですよ、えー補足し合うえー、ですから本当の意味でですね、えー、このお互いの足りないところを補足し合っていくことができるものとしてふさわしい助けだということですね。えー 伝道の書の4の9から12節そこをお読みしたいと思います。伝道の書信玄の後ですね4章です9から12節を一緒に読みましょう。 三杯二人は一人よりも勝っている」「二人が老苦すれば良い報いがあるからだ」「どちらかが倒れる時一人がその仲間を起こす」「倒れても起こすもののいない一人は一人ぼっちの人はかわいそうだ」「また二人が一緒に寝ると温かいが一人ではどうして温かくなろう」「もし一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる」 よりの糸は簡単には切れない、はいえー、ここで、えー、これは結婚のですね素晴らしい、えー、この効果、ね、力を表しています二人は一人よりも勝っている二人がどうすれば良い報いがあるからだそしてどちらかがれても一人がその仲間を起こすね また二人が一緒に寝ると温かいそしてそこでまたもし一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる三つ寄りの糸は簡単には切れない三つ寄りの糸っていうのはですね二人の二つの糸にもう一つ糸が加わったということですねこれは二人の結婚の間にイエス・キリストという神様が一緒に加わって そしてこの糸がですねこうして結び合わされてですねぐるぐる巻きにされて一本の強いロープになるということそうしたら簡単には切れない二本でも強いんですけどもしかし三本だったらねもっと強いですよということを表しているこれもキリスト中心の生き方二人の人生の中にキリストが中心にいるというこの生き方を表しているんですけどもまあここで 助けてそしての結婚というものはお互い助け合う、支え合う、そして補い合うということをこう言っているわけですね。実は皆さん、あの結婚する前は、ね、あの男性と女性は、ね、お互いの違いに惹かれ合うんですよ。魅力を感じるんですよ。違うところをその人が持っているからね。ところがね、 結婚したらですねなんとその違いがですね今度はお互いのこのぶつかり合いによくなります批判になります考え方が違う性格が違うバックグラウンドが違う、えー、そしてまたあのお互いの、えー、このものの見方が違う。 さまざまな違いがですね、えー、ぶつかってきます。相手を理解できない。どうしてあんたこんな風な考え方するのとかですねそう思ったりするんですね。私も結婚して、えー、最初すごく惹かれてですねもう最高の人と結婚した幸せになれると思って結婚したらですね、えー、あの彼女の いいろんんな違いにびっくりしたんですものの考え方、ね、性格そしてね、えー、もういろんなあらも見えるわけですそれぞれみんなね違う弱点を持っています男と女もですねそれでね私は「神様どうぞ自分の妻がこの弱いところを変えてください」。 私のですねこういうふうにですね彼女を一生懸命変えようと思って主の前で,ですねお祈りしていたんですよ。きっと自分の妻もですね主よ、主人を変えてください主人を変えてください祈っていたんじゃないかなと思うんですね。ところがねあの彼女はどんなに祈ってもちょっとも変わらないんですよ。そして、 いろんな問題が起こったらですねこれは彼女のこういう弱点のせいだとか彼女のこのせいだとかですねさばいたりこうしてたんですね、えー、である時にねあの先輩の牧師が内地から来ましたそして結婚について話をしてたらこう言ったんです「先生血液何型ですか?」って言ったら「はい私は A 型です奥さんは O 型です」ってこう答えたらですねあのね A 型はこういう,こういうタイプですそれからね O 型はこういうタイプ、ね、こういうタイプなんですよって言ったらぴったり合ってたんですよへえ血液型でやっぱり性格とかねそういうものがやっぱりあるんだなと思ってね一つだけね分かった彼女を変えようと思ったけどね彼女の血液型は変えられないってことが一つ悟ったんですよああもうこれは諦める以外ないって、ね A 型にね自分の A 型に変えようっていうのも無理だってと分かってもう諦めたそしたらねそして彼女のこの良いところがね自分の弱いところを補っているんだっていうことが分かったんですよそれからね,こ,ねこれが目が開かれて 感謝するようになりましたああ神様はお互い違うようにね作られたのを補うためだったんだとそれよかあったんですね考えてみれたらね本当に、えー、実は自分の、えー、妻がいなければこういう恵みはなかったなということはねたくさんあります今もね例えばチャーチスクールですよ皆さんチャーチスクールの働きはね、えー、自分では あんな働きはできないでも彼女はねそういうたまがありますチャイスクールを運営する賜物はねその能力管理的能力運営能力ですねいろんな試練がきましたよだけどねそれでもねしっかり立ってね負けないあの強さ、ねえー、私はねチャイスクールを通してたくさんの素晴らしい実を結ぶのを見てねいやー感謝だなっす。 いい人と結婚したな今って今はですねですから、えー、あの2人が力を合わせたらこそこのチャースクールもそうですけどもこの教会が成長してきただから教会成長の鍵何ですかってね私は簡単です精霊様と奥さんです <laughs> こういうふうにこう言うわけですね、えー、ですから本当に自分の、えー 妻が助けでとして与えられたということを悟ったとき感謝でした皆さん、えー、私たちの結婚というのは右の手と左の手がね一緒になるようなものです片手だけじゃリンゴの皮を剥くことができないですねそうですよねだけども両方の手があって ね、助け合ってりんごの顔を剥くことができそれを e ンジョイできるでしょ、ね、もう何でもそうですね,ねだから皆さん恵みに目を止めてください、ね、右と左は違います似てはいるけど違いがありますだけどもそれがうまく噛み合わさっている助けてとしての結婚補うための結婚ですね第3番目は働きの前に関係を重視する言いき方。これが「 結婚の秘訣です第一コリントの13章1から8節を一緒にやりましょう。第一コリント13章1節から8節で3三杯。たとえ私が人の威厳や見つかいの威厳で話しても愛がないならやかましいドラや うるさいシンバルと同じですまたたとえ私が予言のたまものを持っておりまたあらゆる奥義とあらゆる知人に通じまた山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありませんまたたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与えまた私の体を焼かれるために渡しても 愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐えのびます。 愛は決して耐えることがありません。予言のたまものなら廃れます。威厳なら止みます。知識なら廃れます、はい。ここで愛が一番大切なものだということをまた13節のね一番優れているものは愛ですと書かれていますね。ここで私たちがどんなたまものを持っていたとしてもたまものというものは働きのために用いられるものです。 ミニスリー、働きのために持ち合うのは保むんですね。しかし、愛がなければね、それもなしい。すなわち、働きの前に愛、愛です。そして、自分の、ねえー、持ち物を人に与え、あるいは貧しい人にね、施す。このある意味ではまた、事前授業、受験的な働きですね。 私たちが誰かのために献身的に尽くすそういう奉仕の働きをしたとしても愛がなければむなしここで私たちの働きの前に愛という関係私たちはそのために作られたということを知る必要があります。 神は愛ですから私たちも互いに愛し合いなさいと聖書は第一ヨハネの中に何度も言ってますねそして人間が作られたのは働きが優先じゃなくて愛し合うために夫婦は実は作られてんですね、愛し合うために夫婦は作られているそしてその愛の関係の中から多くの実を結ぶというそのことを実は計画されてるんですね 実は私たちが最初結婚したときにフィリピンに二人は行きました。で、私たち夫婦はフィリピンのワイアムの DTS を取っていたときにですね、いろんな、えー、結婚したばかりで葛藤がありました。そのときにドクター・ブルース・トンプソンというこの、えー、方ですね、カウンセリングスクールの創設者ですけども、彼が私たちにカウンセリングをしてました。そしてこういうい 言葉を残しました決しままた決て忘れませんいいですかあなた方の二人の関係の中から多くの実が結ばれていくんですよってこう言ったんですね。Out of your relationship, your ministry will flourish。私は決して忘れることはできません。でもね、この関係を忘れて、ミニスリー、働きを追い求め く人生についすり替わりましたそしてねいろんな問題ギスギスした問題が起こっていたんですねそして主に示されましたこう今はね本当に2人の夫婦の関係の中から多くの実を結ぶ、ね、2人の関係が駄目になる時に悪くなったらね全てが崩壊するそのことを私たちは悟りましたですからここにこにう ね、いつも書いているこれを私たちは何よりも大切にしているんです一緒に読んでみましょう関係の中から多くの実を結ぶ教会関係の中から多くの実を結ぶ結婚生活家庭ファミリーこれは親子の関係も言えます親子の関係の中から働きの実を結ばれていく まずは夫婦の関係が一番です次は子どもとの関係を築いていくことそして働き日本の多くのクリスチャンホームから子どもたちが失われていますなぜでしょうかそれはこの順序が狂ってるからですまたクリ,クリスチャン同士結婚しても離婚する家庭が増えてますなぜですか順序が狂ってるんですすれ違い夫婦が 仕事仕事を中心になってしまってそれで結局関係が崩れていく子供に対する時間がなくて仕事仕事を中心で崩れていくそういう崩壊する過程をたくさん見ましたですからクリスチャンはですねこの神の原則をしっかりしなきゃいけないまずは夫婦の時間をとってください二人が楽しむ時間をとってください そして一緒に語り合う時間何か楽しいことをする時間子どもと楽しい時ゲームをしたりそういう家庭は、ね、子どもも信仰を受け継いでいきます親の背中を見てこれはっきりし私たちは見てきましたですから働きの前に関係です。第4番目は言葉の力 信玄の十八章二十から二十一節を言いましょう。信玄、詩篇の後ですね、十八章、プロバーブ。十八章二十から二十一節三杯。人はその口の結び結ぶ実によって腹を満たし、その口による収穫に満たされる。死と性は下に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。 詩と聖は下に支配されるどちらかを愛して人はその実を食べるって<朝>夫婦生活の中でですね言葉私たちの口の言葉っていうのはものすごいパワフルです結婚は人を立て上げるか崩すかのどちらかに行くってね言われています お互いを崩していくかどちらかに向かうと言ってますその最もその有力な武器はですね言葉です言葉言葉は人を立て上げていくか人を崩していくかのねどちらかのね力を持ってるんですよで幸せな結婚というのはねお互いの言葉がねお互いを 感謝し合う言葉が多いですお互いの良いところを褒め合う言葉が多いですところが崩していく結婚のはですねお互いの弱点をいつもい批判し裁き合う結婚これが多いですそしてその言葉によってずたずたに傷ついていくそういうカップルがどんなに多くでいるかそのは離婚したあともトラウマとして残っていく 「あんたは駄目ね」とか「ですねこれぐらいもできないの?」とかですね皆さんそれは人間人格攻撃が一番人を傷つけますですから私たちは自分の言葉によってその人をたたげるためにね実は召された助けてなんだということをまず知ってください。あななたがその人の人助けとなる ベストの方法の一つは言葉によってその人の良きものを引き出していくということその人の良い面を何度も言ってあげることそしてその人から受けた恵みを感謝していくということを言い続けるならば非常にこれは祝福されたものとなっていくんですね。ですからその夫婦関係の中で。 この言葉がね私たちは鍵だということを知って言葉をねよく資料深く使うですから互いのこを立て、ね、たあの気づくために言葉を、ね、恵みに満ちた言葉を語りなさいってエペソの五章の中にも書かれていますよねですから愛する皆さん言葉はね 言葉はすごく力があるということそして私たちが意識的に言葉をね使う努力をする日がありますええー、クミコン先生はですから「感謝感謝の3の六6 5日」それいつも読んでねそして「感謝の言葉」いう努力をしていますあれ読んでねすごく私も恵まれるんですけどもでそしてそれが「感謝の思いが」 いつも出てくると物事を肯定的に見ることができるなり全てねマイナスやプラスになるという思いが変えられていってその言葉を発していくお互い感謝することを言ってましょう共同体でも教会でもねそうです教会が崩れていくか立ち上がれていくかは大抵言葉に言うんですよ教会の中でいろんな悪口とかいろんなですねこのゴシップ、ね、そういう言葉が 多い教会はやがて崩れますところが教会の中でですね互い励ます言葉感謝する言葉がね満ちている教会というのは幸せで楽しくてそしてどんどん教会が成長して実を結んでる言葉は関係を作るものすごい重要な力を持っているということですね幸せにするか。私はあの 最後にです、ね、あの今回、昇点式がありました中松浩一兄弟89歳で召されましたけどね彼のこと本当に、ね、感銘を受けましたすごい人格者なんですよ、ねえー、キャリアもすごいアメリカも留学してね、えー、そして、えー、英語教師になりやがて校長になってね 退職しましまたけれどもでも人格がね素晴らしい家族からいろいろ話を聞くともう人の悪口を言うのを聞いたことはなかったって言うんですねいつもねもう肯定的な言葉、ねですね、肯定的な言葉だから一緒にいると楽しい、ね、楽しい引きつけられる、ね、皆さん肯定的な言葉を話す人のそばにいると楽しいでしょう でも、ね、否定的な言葉を言う人に言ったらね,ねマイナスのねマイナスのこの地場が出るみたいでね嫌、えー、ですよねその光一兄弟中松兄弟は家族が本当に引きつけられるもう彼のそばにいると楽しいだから写真見たらね、えー、あの <laughs> さ,さんだったか根だったか。 あのおじいちゃんの物事にこうしてね幸せそうにですねこの、えー、くっついてる姿とかねまあある見たそして、えー、また圭介兄弟がね証しをしました「私の一番せ世界一尊敬してるのはおじいちゃんです」ってお,お父さん大丈夫かな心配したんだけど <laughs> おじいちゃんが一番尊敬してるってね本んにねいやー素晴らしいと思いましたそしてね 最後に葬儀の時ですよ涙みんなねお別れのね仮装に入るその前泣いていました子供たち孫たちもところが奥さんがね一番泣いていたそしてね奥さんがね,ね最後に別れる時にね自分の唇に手を置いてそしてその自分のね 旦那さん泣き殻の,の,、ね、の唇に手を置いたんですよ。それは愛情表現が、ね、上手だったからと思います彼自身が。そして奥さんと一緒にね,ねちょうどキスをするというようなそういう感じですね奥さん90歳いやーすごい先行ってるなと思ったんですねところがね私が教えられたことがあるんです。もう一つののの解釈はそのお互互いい唇がどんなに互いを 愛し合うために、気つき,き合うために、高めるために、励まし合うために、感謝するために、用いられた唇だったか、それがどんなに素晴らしいものだったかということをね、お互い認識し合う時を持つ感動的な瞬間だったと思いますね。感謝しましょう。イエス様の言葉はいつも肯定的言葉でした。主よ、その言葉を語らせてください。いつも祈りましょう。 お祈りします愛する師匠幸せな結婚の秘訣を学びましたキリスト中心の生活助けて手としての結婚働きの前に関係を優先するということ言葉の力について学びましたどうぞ私たちがこの学びを人生の中で実践することができますように主よ今結婚している方々の 人生にそれをどうぞ実践する力を与えてください。私たちは自然にはできません。自然にはできません。いつも自我を十時間つけ、精霊に満たされ、神の愛で満たされなければなりません。そして、御言葉によって私たちは励まされていかなければなりません。主よどうぞ今日お一人一人の結婚を祝福してください。また これから結婚される方々、若い人たちをあなたが祝福して幸せな結婚生活をすることができる、素晴らしいクリスチャン法もまた彼らも築き合うことができるように、この聖書の原則をしっかりと心に留めて実践させてください。主を感謝します。主をありがとうございます。賛美します。ハレルヤ ハルそしてこの幸せなクリスチャンホーム結婚の中からお互いの関係の中から多くの実を結び主の栄光を表すものとさせてください一人一人に若い人し徳にしまだ結婚していない方々にあなたが計画しているどうぞ最もふさわしい 適切な伴侶を与えてください感謝します互いの伴侶をまた感謝し合うことができますように祝福し合うことができますようにまた親子関係を感謝し合うことができますように立て上げ関係を築き上げていくことをいつも私たちのゴールにさせてくださるように。 そして互いの関係を楽しみ喜ぶ中からすべての良きものが生まれていくように祝福してくださいまた、教会の中においても互いの関係の中から教会の中においても互いの関係の中から愛の中からすべての良き身を結ばしてくださるようにお助けください感謝します。イエス様の皆によって祈りますア